はい、どうも、早いもん開発者のりょうたです。本日、早いもん Android バージョンの最新版をリリースしました。最新版ではイコライザーの画面にカスタマイズっていう機能を追加しました。まあ、これ iOS 版にはもちろんもともとある機能なんですけど、 Android バージョンだともともとプリセットっていうのしかなくって、あの低音強調とかベースの耳コピーとか、まあ、高音強調とかそういうプリセットを選べるだけだったんですけど、それをカスタマイズっていう、まあ、どの帯域を強調するかとか下げるかとかっていうのをこう指でスライドして指定できるようにしたというアップデート内容になります。イコライザーっていう右から2番目の画面ですねに対するアップデートになります。この上のところにこうプリセットとカスタマイズっていうのがあって、このカスタマイズができるようになったっていうのが今回のアップデートです。カスタマイズの方をタップしてもらうと、こんな風に、まあ、それぞれの帯域の音をこうスライドでこう強調したり抑えたりすることができるという内容になります。まあ、下の方の一番下が低い音、上の方が高い音で、一番上に音量っていうスライドがついてます。このプリセットの方で、例えば中音強調の中とかで選んでからカスタマイズに移動してもらうと、まあ、そのプリセットで選んだこうイコライザーの状態をさらにカスタマイズできるというような使い方もできます。まあ、こうスライドしてね、ちょっとこの辺を押さえてみるかとか、あのギタリストの北島健吾さんとかもね、愛用して iOS バージョンで愛用している機能になりますので、 Android バージョンの Android バージョンユーザーの方々もぜひぜひ使ってみてください。以上、早いもん開発者のりょうたでした。